皆さんこんにちは、ゆかのサファリです。今日はですね、前回50の質問を初めて私が挑戦した回があったんですけど、その時は今この私の YouTube を作ってくれているヒデさんがプライベートのこと、なんかサファリガイドとしての一旦鎧を置いてっていう風に前置きをされて、プライベート縛りの50の質問を取ったんですけど、まあ、今回はいつもの私に戻ってサファリガイドとしてというか、アフリカ編、サファリ編の50の質問を考えてきてくれたということなので伝えていきたいと思います。イエーイ移住したのは2015年。何歳の時？20歳の時です。南アフリカのリンポポ州のクルーガー国立公園エリアに住んでいます。まあ、いっぱいあるんですけど、思い入れのある場所っていうとラナゴージっていう峡谷があって、そこはクルーガー国立公園の中にあるんですけど、まあ、一般の人は行けないところで、実は私は訓練生だったので、その訓練学校の流れでそこに行くことができていたので、訓練学校時代にまだサファリガイドになる前に見ていたそのラナゴージっていう、もうサバンナの景色を一面見渡すことができるすごく綺麗な峡谷のところで、下にはルブブ川っていうのが流れていて、カバがいたりとか、もうなんかザ・アフリカみたいな景色が広がっているところで、パッとされてたかもしれないんですけど、クレイジージャーニーのロケでも行ったし、お客さんを連れて日本人サファリガイドとしても戻ったし、結構節目ごとに自分のキャリアの中で訓練時代撮影ツアーっていう感じで節目ごとに訪れる、すごく思い出のある景色なのでラナゴージです。どのツアーに参加したらラナゴージに行けるんですか？それはいい質問ですね結構何回か最近のツアーで使っていて、それこそサバンナスタディツアーでも、それもね、訓練学校のキャンパスがどこになるかはその時次第なので、正直そこのキャンパスでって言って参加することはできないので、サバンナスタディツアーを申し込んでたまたまそのキャンパスだったらラナゴージに行けるし、野宿ツアーをその地域でやったこともありました。あとはなんかプライベートツアーで絶対にこのラナゴージに行きたいんですっていう希望でプライベートツアーで組んでくださいっていう風に依頼があったら、その日程や合わせて、まあプライベートな分ちょっと値段は高くなってしまうけど、テーラーメイドのサファリツアーを作ってラナゴージにお連れすることもできます。夕方サンセットかな、サファリをしてます。お客さんなしでサファリをしてます。そうですね、お客さん乗せてる時はそのお客さんにゾウさん見てほしいとか、ライオン見てほしいとか、このシーンここ見てほしい、この景色見てほしいみたいなので、ぶわって慌ただしくいろいろ頭の中では考えちゃうけど、オフの時はもう一人でサファリカーに飛び乗って、好きなように自由気ままにサバンナを走って、ゾウさんの群れ見つけたらもうそこに何時間も一緒に佇んでみたいな過ごし方が私のオフです。フルーツかな、フルーツめっちゃ美味しいんですよ。南アフリカもすごく豊かで、いろんなフルーツを多分輸出してて、それこそ私たちの地域でよくなってるのはマンゴーとか、あとはパパイヤとかアボカドとかいろいろあるんですけど、やっぱあの地域でできるマンゴーすごく美味しくて、結構村とかでも普通そこら辺に生えてるんですよ、マンゴーが。取れたてマンゴーすごく美味しくて安くて大好きです。一番はやっぱり時間の感覚が全然違うかなっていうふうに思います。アフリカはよく言えばすごくまったりとしていて、のんびりとしていて、時間の流れ方がすごくゆっくりで、一方でやっぱり日本だったり東京だったりするとすごくせかせかと日々流れていってるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ちょっとでも列ができちゃってたら、例えばレジの人も急がなくちゃって多分思うのが日本かもしれないけど、アフリカはなんかそこのあんま認識はないというか、10人ぐらい人が並んでても、あ、今自分ティータイムの時間入ったからティー行ってきますみたいな、でそれで別に待っててくださいみたいな感じで、今は待ってる側は別にもう待つ前提で行ってたりとかするので、そこは全然感覚違うなと思います。あの時間のゆっくり加減にはやっぱり時間をかけて慣れていかないといけないところかなと思います。日本食恋しくなる。お土産日本食お願いします。お願いします。お待ちしております。なんか仕事とオフの境目はあんまないです。どっちにしろサバンナに住んでるし、オフでも仕事があっても、ただそこにお客さんがいるかどうかの違いなので、バランスは、特にないです。ないですって答えるもんなんですか、これは。でもさっきと被っちゃうんですけど、自分だけが乗ってる車でゾウさんの群れの中に止めて過ごす時間が一番リフレッシングです。お客さんを乗せてるとかじゃなく、仲間がいるとかでもなく、もうほんと一人だけでサファリカーに乗り込んでバーって走ってゾウさんの群れ見つけて、でゾウさんも別に人間が来ても怖いものとして見てないから、私たちが来ても全く気にしないので、ゾウさんがいる群れの中に佇んで、ゾウさんは私のこと気にせずご飯食べ続けるみたいな、そのムシャムシャの音を聞きながらまったり過ごす時間が一番のリフレッシュです。
モツバナでのボランティア。ボランティアをしてなぜパリガイドになろうと思った？もともと動物を守る仕事がしたいっていうのはずっとあって、何かしらの方法で動物に貢献できる職を探していた時に、なんかいまいち何をしたらその職になるのか分からなくて、 NGO で働くなのか、そういう環境系に力を入れてる企業で働くなのかよく分からなくて、いろいろ模索していく中で、結構私は学生時代の時にボランティアとかNGL のアルバイトとかいろんなことに挑戦して、どういう職業があるのか、何が自分に合ってるのかを見ていく期間の時のうちの一個のボランティアで参加したのが、そのボツワナでのサバンナ保全プロジェクトで、そこで初めてサファリガイドっていう人に出会って、あ、こんな職業があるんだってなって、その職業をしてたら環境保護だったり野生動物保護にも携われるって分かってやりたいなと思いました。動物にとまみれて暮らせること。電気です。あの停電がひどくて、停電がひどいのだけは何年経っても慣れないですね。私のお家は電気が、あのパンプを動かして電気があるときに水が出てくるので、電気がないイコールただ停電ってだけじゃなくて水道も止まるんですよ。それが本当1日半分とか6時間とか続いてたりするので、本当に不便なんですよね停電は。冷蔵庫のものはダメになっちゃわないんですか？いや、なっちゃいます、なっちゃいます。だからそれこそもう冷凍されて解凍されて冷凍されて解凍されてがずっと繰り返されてるから、絶対良くないと思うし、食材にとっても数時間で戻ってくればいいんですけど、それこそ6時間9時間ぶっ通しで来ないってことも全然あるので、本当そういう時は全部ダメになっちゃいますね。オランダから来てたご夫婦だったんですけど、シマウマに出会いましたなんか特になんか事件があったってわけじゃなく、すっごいなんかその日シマウマが近づいてきてくれて、シマウマとその初めてのお客さんのご夫婦3人でシマウマと一緒に自撮りを撮ったっていう思い出があります。でその時にもらった初めてのチップは今でも大切に日記の裏に挟んであります。初のチップ。もう私的にサファリガイドの任務っていうか役目というか意味っていうのは、野生動物にちゃんと貢献したり環境保護につながるようなガイドをすることだと思うので、ただお客さんが来てくれて動物見て楽しかったって言って終わっちゃうんじゃなく、その動物が今じゃあ現地ではどういう問題に直面してるのかとか、その背景にはこういうことがあって実は私たちのこういうのとつながってるんだよとか、でも今こういう取り組みあるんだよとか、なんかちょっとでも興味を持ってもらえたり、自分も一緒にこの環境を守りたいとか、自然の偉大さに身を置くことで多分感じてもらえることすごくたくさんあるので、そういった意味でもサファリに来てもらうっていうのはすごくパワフルなツールかなっていうふうに思っているので、それを最大限活かせるようにサファリガイドは気をつけていかなくちゃいけないかなって思ってます。太陽が出る前に起きてサファリカーの準備して、なんかそれこそ掃除したり、タイヤに空気入れたりとか、いろいろタイヤがもしパンクしてたらタイヤ交換したりとかして、で朝日の出直前ぐらいにお客さんをピックアップして 3,4 時間の朝のサファリに出かけると、で帰ってきたらちょっとお昼間時間があって、まあ、私の場合はその時間にパソコンの仕事とか、なんか日本とのなんか取材への対応とか、なんか執筆のものとか、なんかいろいろそういう時間にやったり、予約の受付の対応とかしたりとかして、でまた夕方にサファリに出かけて、夕方 3,4 時ぐらいからまた 3,4 時間出かけて、夜7時8時ぐらいに帰ってきて、お客さんと一緒にご飯食べて、そこから自分のサバンナの中のお家に帰るみたいな感じの流れだったりするんですけど、まあ日によってナイトサファリがあったり、日によって私はサファリガイドの仕事をしてないで、あの保護活動の仕事をしてる日もあるので、結構私は日によって全然違いますね。そうです、一応サファリの業界もハイシーズンっていうかピークシーズンはあって、6月7月ぐらいから9月ぐらいまでピークシーズンになっていて、あの乾季の乾いてる時期だから冬の時期に当たるので、雨がまずあまり少ないっていうのと、あの気温がそこまで夏ほど高くならないから過ごしやすいっていうのと、蚊がいないとか、あとはまあちょっと動物が見やすいとか、いろんな理由があって寒気が一番お客さんが多いので、まあ、そこが一番忙しい時期かなっていうのはあるけど、ハイシーズン以外もずっとサファリツアーをやっていて、ずっとお客さんも来てて、実はなので別にハイシーズンしかできないってわけじゃ全然実はサファリはなくて、一年中楽しめるツアー で特に雨季、まあ、雨降っちゃう確率はちょっとあるんだけど、その分すごく緑豊かで命あふれるサバンナを体験できるのは夏だし、出産シーズンでもあるし、動物たち水もご飯もいっぱいあってハッピーそうだし、なんかちょっとまた一風違うサファリを楽しめるのも夏の時期なので、年中私はサファリツアーをしてるからあんま季節によっての違いはないですかね。なんかあそこなんか青い鳥いません？真後ろの木に青い鳥。あ、アガマ、あれトリアガマっていうトカゲです。トカゲ、トカゲ、頭が青いトカゲ。短期と雨季あって、短期は冬、
雨があんま降らなくて朝晩がめちゃめちゃ寒い。それこそ4度ぐらいまで下がります。でもお昼間はまあ30度ぐらいまで上がったりしますっていう冬と、で日本人にとっての冬は私たちにとっての夏なので、11月あたりから2月ぐらいまでが一番暑くて、時々雨が降ったりしてムシムシちょっとするみたいな感じで、まあ、最高気温だと多分45度ぐらいとかじゃないですかね。で夜もそこまで温度が下がらないです。南部アフリカフィールドガイド協会が定めているフィールドガイドの資格を取る必要があって、それを取ればサファリガイドになれます。私が言ったやつは1年間で6ヶ月間の訓練期間があって、その訓練期間は座学の授業を受けたりもするし、サファリガイドの先生と一緒にサファリカーに乗って実際にフィールドに出て動物の見つけ方だったり動物との距離の取り方っていうのを学んだり、で半年間の訓練期間を得た後に大きな試験があって、その試験に受かると無事に実習期間に移れて、その実習期間では実際のサファリロッジ、お客さんが来るようなサファリロッジでガイドの見習いとして研修をします。英語が喋れないと入れません。あとマニュアル免許を取っておく、じゃないとサファリカーは運転できません。日本のマニュアル免許を持ってた方がいい。最初訓練学校時代は国際免許を取っていけば訓練自体はできるけど、まあ、実際に仕事としてガイドをするとなると南アフリカで第二種免許を取る必要があるので、結局南アフリカでゼロからやり直しになります。面白いですめっちゃハードル上げる。もう面白いかは分かんないけど、結構私的にエンバラッシングだと捉えているもの、なんかちょっと恥と捉えている一個のエピソードは、訓練期間中にサファリガイドの先生と一緒にフィールドに出ていて、サファリカーってボンネットに席が一つあるんですよ。それトラッカーの席って言うんですけど、でトラッカーって足跡を見るのが専門な人、ガイドとその情報を共有しながら動物を二人三脚で探すっていうパターンが多くて、でそのトラッカーの席の訓練も受けるんですけど、ガイドになる過程の中で私はそのトラッカーの席に座ってる時に寝落ちして、先生が運転している車の中、私はそこ寝てることに誰も気づかなく車がガーってカーブした時に落ちたっていう事件は覚えてます。痛かったし死んだかと思いました。私が絶対常に身肌身離さず持ってるのは双眼鏡、あとは懐中電灯、いつ外でスタックするか分からないから絶対懐中電灯は必要で、夜暗くなって電気ないともう終わりなので、あとは水ですね。もう水は肌身離せなくなった。そうだ、日本にいる時ってあんまりそこまでなんか常に水を持って歩く習性なかったんですけど、サバンナに住み始めたから一時刻で日本に帰っても常に水を持ち歩くようになったねって母親に言われて、確かにって思いました。なので水、双眼鏡、懐中電灯。鳥のアプリを持って歩いてます。野鳥好きでいつ新たな野鳥に出会うかわからないので、なんか見たことないかもしれない鳥に出会った時にパッとアプリを見て何の鳥か ID できるように、常に鳥のアプリが入ってる携帯のデバイス持って歩いてます。なんていうアプリですか？ロバーツ2。ソニーの α7-3 のボディを使っていて、レンズは100-400mm のレンズを使っています。結構サファリとかだとパッと取り出せてパッと撮れるっていうのがすごく大切で、なんか 600mm とかのすごいバズーカーみたいなやつだとすごく身動きが取れなくなっちゃうけど、100-400だと動物が近づいてきても、まあ、100ぐらいだったらちょっとまあアップのとか撮れるし、400だったら遠い動物も撮れるしって、結構サファリには100-400レンズが一番なんじゃないかなって私は思ってます。サファリガイドのキャリアの最初の頃に見たハンティングシーンだったんですけど、ライオンの群れがバッファローのおじいちゃんバッファローをしかも襲うっていうシーンで、最初にバッファローがこっちに向かって走ってきてるんで、その後ろからオスたち、しかも若いオスたち、群れのライオンのオスたちが走ってて飛びかかってるシーンを撮ったことがあって、その時はすごい嬉しかったし、初めてそんなハンティングシーンの写真をゲットできたので印象に残っている写真です。逃げて車に戻ったらもうほんとすぐそこにヒョウがこうやって来てて、初めてヒョウにご飯だと思われました。肌で感じる野生動物たちの違い、あとはまあ天候の違いとかもありますかね。なんか本当にエキストリームだなっていう天候は増えてきていて、でなんかいつもふがふが言いながら走ってる獰猛な生き物なんですけど、最後まで動画を見てくださってありがとうございました。定期的にツアーの募集はインスタグラムやホームページから行っているので、もしよかったらフォローしてみてください。そして Spotify や Amazon Music ではサバンナについてのポッドキャストも配信しているので、もしよかったらこちらも聞いてみてください。ゆかんサファリのチャンネル登録と高評価もお忘れなく。それでは次回のゆかんサファリを
お楽しみに。